日本新潟県新潟市中央区小町東堀通り。東堀通りは新潟市中央区の市道、またはその沿道の町名。現行行政地名は東堀通り1番町から東堀通り13番町。住居表示水市区域。郵便番号は951-8065。新潟中郵便局1872年から現在までの町名で。 新潟町の町域改変に伴い変原通り、小須崎町の一部から解消。当地域の人口は938人。東堀の名は、かつてこの通りにあった東堀に由来する。信濃川河口付近左岸、古町2の東側を並行するように南北へ走る、片側2車線の道路である。通りは上手の白山神社側を起点に1番町から13番町まである。 沿道の町名は、西側が東堀通り、東側が東堀前通りとなる。これはかつて堀の両端の道がこう呼ばれていた名残で、ある。通りに直行する道路は、工事と呼ばれる。交差する工事については、外部リンクの通りと工事の一覧、もしくは小町交差する、工事の項を参照。古くから通りの西の古町通、東の本町通と共に栄えた。 新潟の中心地域にあり、第四北越銀行本店、新潟中郵便局などが立地する。沿道に立つ主な施設については、小町主な施設などを参照。名の由来にもなった、片源堀は、上皇3年に、新潟町がこの地に移転した際、西の寺町堀と共に整備された。この堀は品川に沿うようにやや曲がりながら進むため、 自然の川を生かして整備されたという説もある。堀からは品濃川へ注ぐ水路が5本掘られていた。堀の西側は早くから店を構えるものが多く、中間点には町会所が置かれた。通りに直行する道路は工事と呼ばれ、氷間口が並ぶことはなかった。例外的に上手にある片原通りと古町通を結ぶ工事には小揚げの駒口が並び、小揚げ工事と呼ばれていた。 明治5年10月に、片源堀は、東堀と改められ、埋め立てられた後に東堀通りと名付けられた。東堀通りは長らく西堀通りに対抗する4、車線の一方通行道路であったが、2008年7月24日に、片側2車線の対面通行となった。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。